あ、大丈夫ですね。やるイグルスです。よろしくお願いします。ウィングラスです、こんばんは。ありがとうございます。 ありがとうございます。温かい声援。娘たちはですね、向こうで焼肉して、さっきトイレだって言って来てましたけれども、普通にスルーしていきましたねそうやって子供は育っていくんでしょうか。あ、大丈夫ですか。今日はですね、ちょっとマンドリン のいつも頼ってる阿部がですね、急遽来れなくなったということで、残りのメンバーでやりたいと思います。数年ぶりにやる曲ばっかりですけれども、頑張りましょう。では Train 45。
はい、ありがとうございます。改めましてウィングラスというバンドです。ラッキーフェスはね、もう結成以来ほぼ解禁で出させていただいてますんで、ご存知の方もいらっしゃるかなと思いますけれども、しぶとくやっております。今日はですね、特にひろやすさんもうちの奥さんのミサもですね、仕上がりが早くても泥酔しておりましてですね娘が来ましたね。先ほどね紹介いただきましたけども、子供が生まれて、まあ、なかなかこういう場所にも遊びに来れないかなと思ってたんですけども、まあ関係なかったですね、あんまり。もうとにかく遊びたかったんで、子供を無理やり連れてきてですね、そういうことしてる間に、まあ、子供も慣れてですね、こういうフェスとか、楽しみにするように育ってることに成功しました。本当いいかな。今日はねちょっとメンバーが一人いないんですけども、上がっちゃダメじゃない、上がる、頑張ってお父さんは助けないよ。バンジョの増田くんの子供のショートです。ちょっと手振ってきて、うん、お前ここまで来て恥ずかしがるってどういうことだよ。はい、というわけでですね、じゃあ次の曲は、そうですね、我々夫婦があのブルーグラス界で一番ね、あの一番のおしどり夫婦と言われてる仲のいいね、我々がですね笑い、ちょっと笑い声本当だよ、歌いたいと思います。いいかな。 My Heart Skips a Beat。My heart skips a beat when we walk down the street. I feel dreamy, my knee. And just to know your mind today, end of time, and it's my heart skips a beat. When I did a double check the day I met you, my heart turned the crimson, stood next to you.My heart skips a beat when we walk down the street. I feel dreaming in my knees. And just to know your mind to the end of time, it's my heart skips a beat.Came into my life without a warning. Turned my cloudy sky to gray to blue. You my sunshine, comes every morning. You overhead, a dream come true. My heart skips a beat when we walk down the street. I feel dreaming by me. Just to know you're mine.Time makes my heart skips a beat. Oh, my heart skips a beat when we walk down the street. I feel dreaming in my knees.はい、ありがとうございます。すごい見てくんな、何なの、好きなの俺のこと。いや、そりゃそうでしょそりゃそうでしょう、ということでですね、はい、ありがとうございます。刺身、ほら、刺身、よくお気づき。
後ろですか？後ろ。あ、これあのゴリパラ見聞録っていうね、あの福岡のですねローカル番組の T シャツなんですけど、あの実はノー刺身ノーライフって書いてある割には彼はあんまり刺身が好きじゃないっていうね、逆に食べれないぐらいのアレルギーで食べれないぐらい。よく気づきましたね、これ。ありがたいですね、この、やっぱみんな見てるんだね。そうだね、うん、T シャツは。刺身好きですか？あ、本当に私も大好き。僕はそうでもないんですけどもねじゃあ切るなっちゅう話刺身ってどこに魅力を感じますか？いや、さ、角角って分かりづらい。あの彼はですね、あの刺身の角今日あの魚卵が、あ、卵アレルギーで小さい頃から魚卵がダメで、イクラとかだ、あのお母さんがあの魚卵がダメだから、てっきりお刺身も生もの全般ダメだと思ってずっと食べさせてなかったんですよね。で大学に入って初めてお刺身を食べて実は大丈夫だったっていうね、うん、でもその頃にはもうなんか外国人みたいになんて言うんですか、食べれない、なんか気持ち悪いみたいになっちゃって。そうですね、食感がやっぱりね、食感とやっぱちょっと生臭さっていうかね、あれは何ですか、醤油とわさびの味を楽しむためのものなんじゃないですかって、すげえ、なんだろう。そう、多分ね、敵を増やして刺身好きな一人、俺は喧嘩を打ってる。そうそう、敵を増やしてる角を楽しむ。角、角が、いや、角はね、私お刺身好きだけど、角わかんない。角、刺身の角すごい、わかんない。マニアックな話がしてますけど、北海道あれじゃない、あの、あのほら、わさびあるでしょ、なんか山わさび。そう、山わさび乗っけての刺身みたいな。素晴らしい、うん、そうですか。まあ分かんないだろうけど、あれでね、はい、角が立つんだよね、ちゃんと。ああ、そうです。はい、取り留めもないね話になってしまいますので、最後の曲いきたいと思います。ありがとうございました。ティボド、どうもありがとう。
ウィングラスでした。